NPB アワード名賞3人の豪華スリーショットわらわらわら。セリーグの最優秀監督賞を受賞した阪神、岡田彰布監督が豪華なスリーショットに臨んだ阪神球団公式インスタグラムが写真で紹介した。テーブルについた岡田監督の向かって左隣にはコミッショナー功労賞を受賞した巨人前監督の原辰徳さん、さらに左には表彰式でプレゼンターを務めたサッカー日本代表監督の森保一さんが笑顔で並んでいる。なんて豪華なシグマ。森保さんって結構いろんなとこに顔出してるよね。笑う。原さん元気そうで何より。レベル高い席いいな。原さん阪神タイガースを盛り上げてくださいね。笑わらわら。かっこいい。ドン原テーテ、すごいスリーショットですね。あとここに栗山さんもいたらもうね。メンタル化け物な3人組、岡田も日本代表引き連れて大会してみればいいのに。見たいよ岡田ジャパン。令和のビッグさんですな。これは最強のスリーショットですね。森保監督ゲストやったんか。なんだかんだ叫んだって岡田監督と原監督のバチバチ対決が結構好きだったりする。原さんお疲れ様でした。すんごい組み合わせだなこれ。これは貴重やな。はっきり言うて笑い。見たと見れないスリーショット。すんごいスリーショット。これはもう一生見られないかも。メンツ濃くて笑う岡田と森保話してるとこ見て。この並びは壮観やな。原さんも岡田監督のことが出てくれてたし、こっちももう1年原巨人見たかったけどな。森保とのサッカーとの関わりもいい感じで、今までのアワードとは違う感じしたな。なかなか貴重な1枚ですね。全員名称。すごい3ショットのに話してたのが気になる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。